ンドラとして知られている、パウロ・エゼキエル・ロンドラ・ファリアスは、アルゼンチン、コルドバ出身の歌手。ヒップホップへの彼の興味は、エミネム主演の映画、8マイル彼の姉妹からの推薦による。この映画について、ロンドラは次のように述べている。その文化の中で白人がどのように尊敬されるようにされたかに驚きました。私は一連の状況に直面しなければなりませんでした。私は彼のようになりたかった。私はエミネムにそれを持っている。彼はラップの戦いに参加し、15歳で彼はフリースタイルの競技会に参加した。彼が勝ったエル・クイント・エスコロンの戦いに出場したとき、彼は名声を得た。彼はリラックス、彼の最初のシングルをリリースしたとき、彼は2017年1月に彼の音楽のキャリアを始めた。数ヶ月後に年のアルゼンチンのヒットとして位置づけた。それ以来、彼は作曲を始め、歌をリリースし続けた。彼らの始まりは他の都市の解説者に似ていたが、他のアーティストとは異なり、ロンドラは彼らの歌の中に、暴力、侮辱、麻薬などの触れる問題を避ける。彼は多国籍のレコード会社から契約を受けたが、その申し出を拒否した。2017年10月に、彼はドラムとビッグリガズレーベルで、プロデューサーのOvyと仕事をするために、コロンビアを訪れた。ありがとうございます。